気をつけて進もう。怒りを下ろせ、上陸だ。静かなもんだな。それなりに賑やかな街だったのに。一通り見回ってやろうぜ、あいつらのためにも。場にふさわしい服は時として勇気や自信を与えてくれる。私もこの看護服に袖を通すたびに誇らしく優しい気持ちになれるわ。今あなたが着ている服にもきっと似た力があるでしょ。この宿酒場、ラズベリの娘でロザリンドと言います。皆さんは確か宿もご利用でしたよね。もし滞在中に困ったことがあれば何でも相談してくださいね。みんなこの町で生まれ育った幼なじみなんです。小さい頃からよくここに集まって遊んでたんですよ。私はちょっと年上でここに来るのも久しぶりだけどね。せっかくだから呼ぼうとアホグレンが飛び出しちまってさ。二人とも疲れているはずだし迷惑だったでしょう。廃墟になっちまってるが、グリーガーは見当たらねえな。だな、敵がいつ現れるかわからねえし、長いは無用だろ。ヨルズ様が迎えに来てくださったと思ったら人間か。どこに隠れてやがった。しかも一人は傀儡型か。もしかすると、このカルナックを守るよう、ヨルズ様直々に任されたのだ。俺の名はディスピエロ、ヨルズ艦隊の部隊長様だ。部隊という割に人数が少ねえな。ギク、あのイジとかいう新入りめ、俺様の気を奪いやがって。ここで実績を積めばヨルズ様も俺をお認めになるはず。おい新兵、今ここで一番偉いのは誰か言ってみろ。おいおい、俺様だろうがよ。俺様に花を持たせつつ
俺様の実績になるように戦え。いいか、新入りが決して俺より目立つんじゃねえぞ。おい兄弟、こいつに負けるわけにはいかねえぞ。お前らなんぞデスピード様の手下。とどめを刺してやるよ。待て、俺様はこれ以上争う気はない。おい神兵、俺様を守れ、上官命令だぞ。いいぞ、いい心がけだ。俺様はこの間に一旦ずらさせてもらうぜ。ここまでおいで。俺様は実績にならない仕事はしない主義なのだ。あんにゃろ。だな。それにしてもあいつ逃げ足だけはやたらと早いな。ミラベル、無事だったのか。お父さん、私を探すためにいなくなったと聞いて生きた心地がしなかったよ。それなんです、診療所にいないと思ったら。あの時まで釣りに出てたなんて。すまん。別に釣りに、ただどうした。ねえお父さん、症状を教えてくれない患者さんを治療できるの。それは症状にもよるが、何が言いたいんだ。ベーダ、教えてあげません。まあとりあえずジョエル先生とミラネーが会えてよかったな。うん、なんだかミラネーには。ねえ、グレンは音あ、クルスはどうなの。グレンがさ、なこと言われても俺にもわかんねえよ。こんなことが起きてもあいつのことは許せねえ。でもこれで終わりってのだよ。カルナック、今までやってきたこと、今はそう。おーい、
お前さんたち、ああこれから戦隊を強化する。まあ今度こそタイラント、どうやらグリーガーたちも。フギル、戻ってきたか。これは足に手紙がくくりつけられてる。グンナルの字だな。え、どうしたの。バルタ島はノスフリートと交戦中、サンドラス号は至急寄港されたし。あそこにはグリムソンがいる。それでも。前方、バルタ島から黒煙が上がっています。クンナルの知らせ通りか。くそ、グリーガーどもめ。カルナックと同じことが。バルタ島の人たちは大丈夫なのかな。それはどうだろうな。自分たちがやったことはいつか跳ね返ってくるもんだ。ただここから見る限り派手にやられてる感じはねえの。だな、エゼル。このチビたちはちゃんと避難できてんだろうな。姫、とにかく焦らずに急ぎましょう。あの人たちの強さはお前さんが誰よりも分かってんだろ。ああ、もちろんだ。お前ら砲を張れ。全速前進だ。よし、上陸しよう。これ以上バルタ島で舐めた真似はさせねえ。兄弟、背中。やれやれ、俺って実は働き者だよな。こいつらがグリーガー。棟梁がいなきゃ。グリムソン。よう。グリーガーたち、うち漏らしたやつ。みんなが汚染してるけど。ま、ちょうどいいから、この辺りはこのまま。お前たちは集落の奥へ救援。わかった。ここに手を出す奴らはまとめてニブルヘル行きだ。ハール、やめておこう。
あら、ここは。いきなり話しかけてごめんね。うちの子と同じくらいに見えるから、おばさんたち心配になっちゃって。君は市場で見かけた赤毛の。いや、どうやら肩はついたみてえだな。え、ノーマン。グリーガーにされたっつうカルナックの住人か。町が派手に燃えちまってご愁傷様だったな。町が、おっと、わーり、思い出させちまったか。カルナックの奴らにはしんどい事件だよな。サンドラス号の連中に迎えに来てもらった方がいいな。おい、カージャにアドル、そいつが済んだらでいいんだが、お前たち二人に話がある。ちょいと面貸してもらおうか。トライデンだと。うん、オーズ、ラーグ、ヨルス、この三名がそう呼ばれ、グリーガーを統率しているそうだよ。今回勝ち込みかけてきたのはラーグ艦隊の奴らだそうだ。偵察と適合者を探すためにな。やっぱりそうだったのか。どうやら我々の中に目的の人物はいなかったようですが。退けたっつうより敵さんが目的を達成して引き上げた感じだ。本人は姿を現さなかったが、ラーグってのは相当の食わせもんだぜ。でもこれでなんとなく敵の陣容が見えてきましたね。サンドラス号の報告と合わせ三将の人となり戦力もつかめてきました。そういや、アドル、オーズとやらに妙な因縁をつけられちまったそうだな。首元の妙な気配がそうなのか。3ヶ月後に死ぬそうじゃねえか。そういう因縁があろうがあるまいが、やることは変わらねえぞ。俺たちノーマンはいつだって退路のない崖っぷちにいる。常に死と隣り合わせ。生きるってな、そういうことだろう。何を今さら言われるまでもねえよ。おいおい、今さら無関係とか釣れないこと言うなや。撤退したノスフリートですが、タイラントを南へ通過したそうです。南へ。うん、タイラントの向こう、オズミッド海域だね。奴らの主力はオベリア湾の南部で活動しているらしい。お前たちもオズミッド海域で奴らの動向を探ってこい。わかった。フェリア。はい。今回はお前もサンドラス号に同行しろ。了解。いいのか。奴らの陣容も分かってきて、主力が南にいると分かっている。なのに島にこもってんな。ノーマンらしくねえだろう。確かに。俺が島に残ることでシングの方は説得しておく。そっちは頼んだぜ、カージャ。分かった。姫様、アドル、よろしくね。すぐに準備を整えてサンドラス号で待ってるわ。
あのグレント、あんたはさっき助けたモミナっていうの。さっきは助けてもらったのに動揺していてごめんなさい。ええ、ずうずうしいと思うけど、私を船に乗せてほしいの。ダメに決まってるだろ、グレン。お前そんなこともわかんねえのか。ああ、なんつうか、この人はレイフの母親なんだ。あ？さっきグレン君から聞いたの。カルナックは焼け落ちて、夫と息子も行方不明だって。生きていても助けられるのはあなたたちだけだってことも。私は戦えないけど、せめて手伝わせてほしいの。サンドラス号は人手不足みたいだし、ジョエル先生も手伝ってると聞いて。お願い、手伝えることは何でもするから。二人を助け出せる保証なんてどこにもねえぞ。分かってる。それでも頑張るわ。少しでもレイフとあの人を取り戻せる可能性があるなら。おい兄弟、どうする？あんたは本当にいいのか？死ぬかもしれねえぞ。構わないわ。おばさん。グレン、連れて行け。どちらに？サンドラス号だよ。おわかったぜ。んじゃあモミナさん、行きましょうか。ありがとう、ありがとう。母親か。他にも見ていくか。それじゃあ。次はどうします？二人とも、いらっしゃいませ。ありがとうございます。毎度、どうぞ。次は、こいつを持っていきな。なかなかいい品だろう。他にそれ。
アドル、ちょうどカルナックから船はなんとか、まあやれることはや、え、カーペントショークさんを持って何度も追いか便所にまで押しかけられ、へへ、辛いことをやらせれ、意外に根性はあるし、いろいろな意味で驚いて、イメさんたちはいよ戦隊の強化も含めて、さすがにだがよ、最初から真剣にタイラントから脱出した時、知った、誰かが助けてくれる、教えてくれる、そんな甘ったれた気持ちがあるなら最初から船なんていじるんじゃねえ。ウルバル、わかりました、やってみますつうわけで出先でタイラントよ、せーぜ、話を聞いてやってもいいぜ。ジッターやれるようになったじゃねえか。ざっとこんなもんだぜ。ほらよ、仕上げは完璧だ。ざっとこんなもんだぜ。ほらよ、仕上げは完璧だ。で、次。仕方ねえ、引き取ってやる。ほらよ、仕上げは完璧だ。ずっとね、次はどうすんだ。そっか、変わるぞ交代だ。どれどれ、どうか。
ことならそうだ。次はどうする？また。やってみよう。何でも言ってちょうだい。他にも、はい、これね。他にも気をつけていって。どれどれ、次はそろそろ出かけようか。他の薬め。
さあ行こう。また相まみえました。島ね、上陸できるかしら。よし、上陸しよう。ふう、一息つこうか。まさか君たちが来てくれるなんてな。おかげでやっと人心地がついたよ。娘ともどもどうかお礼を言わせてくれ。Thank you.
この辺りなら休めそうだ。
家事を頼めるかい？よう。いいか？やってみよう。さあ、出発だ。